いつもロペラやアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデル、アウディ A4 セダン、S ラインパッケージプラスをご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが、走行距離は1万キロ、低ーナーお車でございます。内外装ともに目立つ傷はございません。非常に状態良好なお車となっております。こちらのお車、外装色はグレイシアホワイト、インテリアはブラックハーフレザーの組み合わせのお車となっております。S ラインパッケージプラスのお車は、 全国限定110台と大変希少なお車でございます。フロントバンパーは S ライン専用のフロントバンパーが装備されており、アルミホイールに関しましては5スポークチタンルックの19インチのアルミホイールが専用で装備されております。エンジンスペックに関しましては2リッター直4ターボ、馬力は180馬力のお車ですので軽快なドライブをお楽しみいただけるお車です。またサスペンションの方も S ライン専用のサスペンションが装備されておりますのでよりダイレクトなスポーティな走りをお楽しみいただけるお車です。 では続きましてリアの方ご紹介させていただきます S ラインパッケージプラスのお車となりますのでリアのバンパーのデザインも S ライン専用のデザイン設計となっているお車ですトランクの方ですね開けていただきましてセダンタイプのお車ですので容量の方はしっかりと確保されておりますもちろん後部座席倒してお荷物も積んでいただけますのでゴルフバッグも楽々積んでいただけるお車ですでは続きましてインテリアの方ご紹介させていただきますシートの方ですねブラックハーフレザーのシートとなっております また前席のシートに関しましては、S ラインパッケージプラスとなりますので、こちらですね、スポーツシートが装備されております。特に目立った傷、汚れ等なく、状態良好なインテリアとなっております。エンジンの方ですね、かけていきます。はい、エンジン指導も問題なしです。ステアリングは、こちらも S ライン専用の3本スポークのステアリングが採用されております。ナビゲーションは、アウディ純正の SD のナビゲーションが装備されております。もちろんテレビの方もご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますと、 バックカメラですね。しっかりと映るお車となっておりますフロント両席シートヒーターが完備されておりますので冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけますナビゲーションの操作に関しましてはこちらのセンターのパネルで操作していただく形になりますでは続きまして後部座席ご紹介させていただきます A4 セダンのモデルとなりますので後部座席も非常に広々作られているお車ですフロントの席と同様使用感も全くなく大変綺麗な状態を保っております また特に気になるお玉の匂いを通せず、状態良好なインテリアとなっております。では今回は2014年モデル、アウディ A4 セダン、S ラインパッケージプラスをご紹介させていただきました。走行距離1万キロ走っているお車ではありますが、その走行距離を感じさせない、非常に状態良好なお車となっております。また S ラインパッケージプラスは全国限定110台と大変希少なお車となっております。エクステリアもバッチリ仕上がっておりますし、ダイレクトかつスポーティーな走りをお楽しみいただける1台です。 お探しの方は必見の試合となりますのでぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろししくお願いいたします。